こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では30代40代の大人の男性はどのようにですねパーカーを着こなせばいいのか、こういったテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。今もですね僕はパーカーを着るんですが、このアイテムというのはですねここ数年メンズファッションにおける一つのトレンドアイテムになっているんですね。まあもともとですねこういったパーカーというのはずっとあるような定番アイテムではあるんですが、ここ数年はですね結構旬なアイテムとしていろんなお店でも取り扱うようになったのかなというふうに思っています。まあ、僕自身もこのパーカーというアイテムが好きで、今はですね5着持ってるんですが、ただですねこのパーカーというのはやっぱり僕ら世代にとってはですねカジュアルなアイテムなんですね。中には学生時代によく着たなというイメージを持っている方だとか、あとは部屋着っぽいイメージを持っている方もいらっしゃるかなと思うんですね。確かにこのパーカーというアイテムはどのようなものを選ぶのか、そしてどう着こなすのか、それ次第で全然僕ら世代には似合わないアイテムなんですね。ですので今回の動画を参考にしていただきながら、ぜひ皆さんには大人のパーカーの着こなし方のコツをですね理解していただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね分かりやすく解説しているんですが、もう少し中級者的なアイテムの紹介ですとかコーディネートの紹介、またはスタイリストの本音についてはですね僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、よかったら下の説明欄からリンクをチェックしていただければなというふうに思っています。それでは早速ですね具体的なパーカーの解説に移りたいなと思うんですけども、まあ、パーカーといってもですね実は大きく2つに分けることができるんですね。一つは今僕が着ているようなプルオーバータイプのパーカーですね。こちらは上から被るようなタイプになっていまして、もう一つは、まあ、皆さんもご存知かなと思うんですがジップタイプといって前をファスナーで締めるようなパーカーなんですけども、これはどちらが旬なのかというところはですね時代によって大きく変化するんですね。ちなみに今旬なのは今僕が着ているようなプルオーバータイプのパーカーなんですけども、これがですね今から 2,3 年ぐらい前まではやっぱりですねジップ式のものが多かったんですね。僕自身もパーカーをよく着るようになって4,5 年ぐらい経つかなと思うんですが、その頃はですね圧倒的にジップ式の方が多かったですし、トレンド感というのが強かったんですね。僕が愛用してたのはシーグリーンというブランドがありまして、そこのオニワッフルパーカーというアイテムなんですけども、これがですねめちゃくちゃ大人っぽくて僕がパーカーというものにはまるきっかけになったようなアイテムなんですけども、それもジップ式のものだったんですね。ですがここ1,2 年に関しては僕が今着ているようなプルオーバータイプの方が圧倒的にお店にも置いてあることが多くなりましたし、旬な雰囲気が漂いやすいのかなというふうに思っています。ですので皆さんもですねパーカーをこれから買うのであればジップ式よりもですねプルオーバータイプの方をまずはお勧めしたいなというふうに思っています。そして僕たち大人世代がパーカーを選ぶ時のポイントなんですけども、まずはですね色の選択、これがものすごく重要かなというふうに思っています。どんな色を選ぶかで大人っぽく見えるかどうかがですね大きく変わってくるんですが、まず選んでいただきたいのは濃い色のパーカーなんですね。まあ、例えばブラックですとかネイビーですとか今僕が着ているようなダークグレーですとか、このような色であれば結構色自体にですねきれいめで大人っぽい雰囲気が漂いやすいので、僕ら世代でも着こなししやすいかなというふうに思っています。そして柄に関してなんですが、プリントが入っているものとかもあったりするんですけども、それはですねやっぱり中級者上級者向けで、まずはシンプルな無地タイプを選んだ方がいいかなというふうに思っています。僕が今着ているものもダークグレーの無地タイプなんですけども、こういったものであれば大人世代でも似合いやすいのかなというふうに思っています。続いてサイズ感に関して解説をしたいんですが、まあ、ここ数年はトレンド的にですねタイトシルエットよりもビッグシルエットというところが旬になっているんですが、パーカーというアイテムもですね結構緩めのサイズのものが多いんですね。1年ぐらい前まではものすごいサイズ感の大きいパーカーも多かったんですが、この1年ぐらいを見てみるとそのですね極端なビッグシルエットというところは収束してきてるのかなというふうに思っています。じゃあタイトの方がいいのかというと、そうではなくて通常よりも少し緩さのあるようなサイズ感が僕はベストなのかなというふうに思っています。僕が今着ているパーカーはエストネーションのオリジナルのものなんですが、こちらはですね僕は通常 S サイズを選ぶことが多いんですけども、ワンサイズ上げて M サイズの方を選びました。どうでしょうか、まあ、サイズ感としてはピタッとしたタイトな感じではないですね。まあ、身幅にもゆとりがありますし、着
丈もですね、そんなに短すぎないんですね。これぐらいの緩さがあった方がパーカーは今っぽく着こなせるのかなというふうに思っています。ブランドだとかお店によってサイズ感ってやっぱり大きく変わるかなと思うんですね。最初からちょっと緩めの設計にしているものもあれば、割とタイトなものもあったりするので、それは試着をしながら、まあ定番的なジャストサイズを選ぶのか、またはちょっと今っぽいゆったりめを選ぶのか、このあたりは調整をしてみるといいのかなというふうに思っています。続いてこのようなパーカーをどこで買えばいいのかというところなんですけども、これはですねなかなか難しくて、選択肢はたくさんあるんですね。その中でも最もですね身近で買いやすいのはユニクロ U のパーカーかなと思っています。こちらは毎シーズン新作が登場するんですけども、まあ一番ですね価格がこなれていて、なおかつバランスがいいのがユニクロ U のパーカーなのかなというふうに思っています。まずは鉄板はブラックなのかなと思うので、そちらはサイズの方でチェックをしていただきたいなというふうに思っています。もしくはですねパーカーというアイテムは結構主役的に使うことも多いんですね。春だとかあと秋に関してはこれ1枚で着ることも多いので、そうなるとですねちょっと投資をして上品なものを買ってみるのもいいのかなというふうに思っています。中でもおすすめなのはセレクトショップのエディフィスのオリジナルのものですね。こちらは肌触りもめちゃくちゃいいですし、素材の風合いもいいんですね。そしてシルエットもですねベーシックでありつつも少しゆとりを感じるところで、まあ、ちょっと背伸びをしてエディフィスのオリジナルのものを買ってみるのもすごくいいのかなというふうに思っています。またはユナイテッドアローズですとかグリーンレーベルですとか、今僕が着ているようなエストネーションなんかもいいので、セレクトショップのオリジナルのパーカー、このあたりの価格帯が結構バランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなというふうに思っています。続いてコーディネートのポイントなんですが、このパーカーというアイテムが結構カジュアルなので、その他のアイテムはどんなものを選ぶのか、ここがめちゃくちゃ重要になってくるんですね。まあ、今回の僕の着こなしの場合はボトムスに関してはブラックのですねスラックスを合わせているんですね。まあ、スラックスといってもセンタープレスが入っているものではないので、そこまで綺麗すぎないものなんですが、こういったパーカーに対して結構ですねブラック系のパンツが相性がいいかなというふうに思っています。まあ、ベーシックの方が良ければ細身のブラックジーンズがいいかなと思いますし、もう少し大人っぽく着たいなという場合は僕が今履いているようなスラックスがめちゃくちゃ相性がいいかなと思うので、ブルージーンズですとかチノパンですとかカジュアルなものを合わせるよりは少し綺麗めなものを意識した方がバランスがいいのかなというふうに思っています。まあ、これがですねまずは基本的な組み合わせになるんですが、ここにですねもう少しアクセントを添えるのもいいかなと思っていまして、まあ、僕がよくやる着こなしなんですが、このパーカーの下には通常は白の T シャツとかを着ることが多いんですけども、そうではなくて内側にですねシャツを合わせるという方法も結構ですねアクセント要素があって使いやすいかなと思うので、この後実際に試してみたいなと思っています。はい、着替えてみました。どうでしょうか。ちょっと見えづらいかもしれないんですが、今回はですねパーカーの下にストライプ柄のバンドカラーシャツをですね取り入れてみました。このように重ね着をしてあげることで冬場は暖かいですし、着こなしにおけるちょっとしたアクセントになるのかなというふうに思っています。パーカーって襟元が少し開くんですけども、この部分からシャツの襟が見えるとちょっと小綺麗な印象が漂うんですね。しかもシャツの中でもですねバンドカラーシャツと呼ばれるようなちょっと襟に特徴があるものを選んでもらうと、より旬な雰囲気が漂いやすいかなというふうに思っています。まあ、襟元からもシャツは覗きますし、あとは裾ですね、この部分にもですね少しシャツが見えてくるとちょっとしたアクセントになるかなというふうに思っています。まあ、僕はこのような着こなしが好きなので、割と冬場の着こなしにおいてはですねこういったレイヤードを作ることが多いです。まあ、これは結構簡単なので、普段のパーカーの着こなしに飽きてきたなという方はですねぜひトライをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、このようにパーカーというのはですねこちらを主役にしながら着るのもいいかなと思うんですが、ただ僕自身はですねこのような着こなしよりはこの上にですねロング丈のコートを羽織ることが圧倒的に多いんですね。先ほどもお伝えした通りパーカーというのはかなりカジュアルなアイテムですので、そこに対してきれいめの代表格であるロング丈のコートを合わせることできれいめとカジュアルのバランスが取りやすいんですね。ですのでこの後実際にですねこの上にロング丈のコートを着ながら全体のバランスを見ていただきたいなというふうに思っています。はい、着替えてみました。どうでしょうか。今度はですね先ほどのパーカーの上にロング丈のコートを羽織ってみました。少しですねサイズ感としてはゆったりめのチェスターコートを着ているわけなんですけども、このようにですねパーカーというカジュアルなアイテムの上にですねロング丈のコートを着てみることでかなりきれいめな要素が漂いやすいかなというふうに思っています。
まあ、僕はですね、冬場はこういう着こなしをすることが結構多いんですけども、まあ、パーカーはちょっと子供っぽく見えるかなと思う方は、ぜひですね、このようなきれいめなアイテムであるロングコートと合わせていただければなというふうに思っています。ただ、ロングコートの中でもタイトなものとはですね、あまり相性が良くなくて、少し今っぽいですね、ゆったりめのコートだと、このようなパーカーとの相性がいいかなと思うので、ぜひ試していただきたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では30代40代の大人の男性はどのようにパーカーを着こなせばいいのか、こういったテーマでお話をさせていただきました。まあ、簡単にまとめると、パーカーの選び方としては無地で濃いものを選ぶこと、そしてコーディネートのコツは、このパーカー自体がカジュアルなので、その他に合わせるアイテムはきれいめなものを意識すること、ここさえ意識しておけば結構パーカーというのは大人の男性にもですね、着こなしやすいかなというふうに思っています。ただですね、このパーカーが誰にでも合うというわけではないんですね。特に30代40代といっても、30代であれば似合う方が多いかなと思うんですが、40代後半以降になってくると、どうしてもですね、パーカーのカジュアルさがはまりづらくはなってくるんですね。そういう場合は無理してパーカーを着る必要は全くなくて、同じトップスの中ではパーカーではなくて、きれいめに見えるニットを選んだ方がバランスがいいのかなというふうに思っています。とは言っても目が慣れるかどうかというところもあるので、ぜひ皆さんには最初から食わず嫌いをするのではなくて、大人のパーカーというものも楽しんでいただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。